共産党と強いつながりがある二刀流目の様、あなた正気ですか、ドン引き。衝撃のニュースが飛び込んできました。なんとコラボが、浅野市議を提訴しました。毎日新聞の記事から引用します。自治体からの業務委託費を不正に受領した、などとする虚偽の動画投稿で名誉を傷つけられたとして、若い女性の自立を支援する一般社団法人コラボが24日、浅野文直川崎市議50人に、330万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。出たわね。公金を受け取っている団体が、公金の使い道について質問した政治家を、訴えるというね、前代未聞でしょこれ。というかもし仮に一切やましいところがないのであれば、浅野市議の公開質問状に回答して、総監状元帳を見せれば、一発で浅野市議を沈黙させることができると思うんですが、コラボ側が裁判なんかしても、時間がかかってうやむやになるだけでしょ。なんかよくわからないムーブですね。しかも生活保護の件ではなく、二重受給疑惑の件について訴えているみたいです。今後刑事告発されるんですけど、そっちは大丈夫なんでしょうか。訴状によると、コラボは性丸害や虐待を受けた女性を保護する事業を、東京都や川崎市などから委託されている。浅野市議は2022年12月から23年2月、コラボ調査報告と題して、計19回の動画を動画投稿サイト YouTube に投稿。川崎市から委託を受けて、コラボが一時保護した3人について、東京都からの委託分の人数にも計上されていると主張し、委託費を重複して受け取ったと発言したとしている。重要な点が2つあって、まず1つ目は、コラボが浅野市議の公開質問状に対して、一切回答していない点です。しかも公開質問状の到着を遅らせるようなものすごい姑息なことまでやってましたからね。ちなみに鈴木達郎様との対談で、鈴木様がやましいところがなければコラボは帳簿をすべて見せてくださいという趣旨のことをおっしゃっていました。すると浅野市議は、鈴木さんも人が悪いですね。絶対にコラボが帳簿を見せられないことを分かってるくせに、と冗談めかしておっしゃっていました。もう待ちきれないよ、早く総監状元帳を出してくれ。重要な点2点目は、浅野市議が動画で主張してきた、不明瞭なコラボのお金の流れについて、コラボ側はまともな釈明を一切していない点です。これまでにコラボ側は、変なデマを流された時は、たとえそのデマの内容がしょぼかったとしても、全力で否定しています。でも浅野市議についてはスルーです。一応弁護団声明では触れているんですが、全く質問の答えになってない声明なんですよね。回答はしたという体裁を取るための声明でしかありません。つまりコラボは公開質問状を無視し、政治家の質問にもろくに答えず、今回いきなり提訴に踏み切ったということです。コラボ側は、川崎市の3人分は東京都への計上分に含まれていないとし、浅野市議の発言は事実と異なるとしている。提訴後に記者会見したコラボの二刀流目の代表は、活動報告書の内容を都合よく切り張りされたと訴えた。サイトに掲載している報告書と、東京都に提出している書面で、食い違いがあるのはなんでなんですかね。自主事業と委託事業の境目が、曖昧なのを良いことに、都合よく利用してきたのは一体誰なのでしょうか。提訴を受け、浅野市議は川崎市の自治体に関するお金なので、名誉毀損だとは考えていない。コラボ側に公開質問状も送ったが回答がなかったとコメントした。まあ訴える権利は誰にでもあるので、それは良いんですけれども、例えば二刀様が誹謗中傷を受けていて、それを訴えるとかだったら理解できるんですが、公金の使い方を調べている政治家を訴えるというのは、スラップ訴訟の類なんじゃないかなと思いました。何ですか、ヘイトをコラボに集めたいんですか、WBP を守る方向にシフトしたんですかね。あと都庁前でもやテントカフェの時にいた、青チェックのやべえやつが、セブンナイツの弁護士であることが確定しました。相変わらず、ふざけた鼻マスクで会見に出ています。鼻マスクするならマスク取れよ。あの人マジで弁護士だったんですね。中川弁護士よりもアグレッシブなんですが、やはりセブンナイツにはレジェンドしかいないようです。最後までご視聴ありがとうございました。